コパのレビュー動画、多くのコメントやチャンネル登録ありがとうございます。今回はそのコパ 20.1 の手入れをしていきます。コパはタッチもめちゃくちゃやりやすいですし、手入れも簡単やと思うんで重宝してる人も多いと思います。人工芝でのみ 4,5 時間使った状態です。前足部のプレミアムカンガルーレザーとニット部分に大きく分けることができて、その間のこの部分は人工皮革やと思います。撥水効果がされててツヤツヤですし、ドロドロの土とかで使わない限りそんなに汚れないんじゃないかなと思います。僕はまだニット部分も綺麗なんで、ちょっとニット部分が汚れてる 16.2 の X を使ってニット部分の洗い方は説明してます。ボロボロになった T シャツを切って布を作ってます。今回使うのがこちらで、ニット部分だけ汚れのひどい X16.2 を使って解説してます。やり方はコパも一緒なんで、まずニット部分以外の汚れを取っていくんですけど、アディダスの人はブラシで取っていきますって言ってたんですけど、アッパー部分傷つきそうなんで水に濡らした布で僕は汚れを拭いていきます。コパ見たことある人も多いと思うんですけど、撥水効果がされててアッパー部分ツヤツヤなんで汚れつきにくいんちゃうかなとは思います。なんで水拭きだけでも結構綺麗になるんでやってみてください。綺麗なんですけど、一応手順として次は汚れ落としクリームで磨いていきます。この汚れ落としクリームは天然皮革も人工皮革も共通なんで、ニット部分以外を磨いていきます。このコパのつま先のプレミアムカンガルーレザーはもちもちで、ボールタッチめちゃくちゃやりやすいです。まあ、柔らかくなりすぎるっていう意見も結構聞くんですけど、これからどんな感じになっていくか楽しみです。ツヤツヤで綺麗ですよね。かっこいいです。やっぱでも色で言うと個人的には黒オレンジの方がかっこいいかなっていう気はします。続いてこのニット部分やっていくんですけど、ニット部分の注意点が何点かあるので確認してください。まずニット部分が緩むので、お湯やぬるま湯は使わずに水で洗うっていうことと、ニット部分が網目状になってるんで硬いブラシを使うとそこが傷んでしまうので柔らかいブラシで磨くということと、これもアディダスの方が言ってたんですけど、ミューズとかウタマロの固形石鹸がおすすめだって言ってました。せっかくなんでこの土で汚れた 16.2 を使ってやっていきます。ニットの素材が若干違いますけど、やることは全く同じなんで参考にしてください。まずニットの部分を布で水拭きしていきます。ネオ3とかコパとか他の動画でも言ってる通り、土ではもう極力はかんとこうと思ってるんですけど、 16.2 もそうなんですけど、こういうニットの履き口のスパイクって土汚れえぐそうですよね。水拭きだけでも結構落ちるんで、手入れセットとか持ってない人はこれだけやるのもほんまにおすすめなんで、やってみてほしいです。
メーカーの方が言うなら素直に従おうっていうことと、まあ、家にたまたま歌丸の石鹸あったんでやっていきます。まあ固形石鹸は結構洗浄力が高いっていうのはよく聞くんでおすすめかなと思います。先ほども言いましたけど、柔らかい歯ブラシでニットの部分は磨いていきます。動画にするとこれ激しいように見えると思うんですけど、優しく優しく磨いてます。歯ブラシでこすって浮き出た汚れとニット部分に残った歌丸の石鹸を水拭きで取っていきます。シャワーとか水道の蛇口で水で洗うのも OK らしいんですけど、靴の中とかが濡れてまた乾かすのめんどくさいんで僕はこれでやってます。さっきの布と違うんですけど汚れ結構取れてますよね。まあ完璧とは言えないかもしれないですけど、かなり汚れが取れてます。コパの履き口が肝素材になっててちょっと毛羽立ってるんですけど、ここもニット部分と全く同じ手順でやっていきます。歯ブラシに歌丸をつけて、こすり洗いして、また水洗いしていきます。僕のコパはここが綺麗なんで、今回省略してますけど、ここもシャワーとか水道の蛇口での水洗いも OK です。最後、つま先のアッパー部分、カンガルーの部分をシューズクリームで捕獲、ツヤ出しをしていきます。これは天然比較のスパイクに共通の手順です。これ白く見えますけど、全スパイクに使える無色のシューズクリームです。これはイメージなんですけど、コパはなんか表面がツルツルしてて傷がつきやすそうなんで、モレリアとかの時よりも優しく軽くブラシかけてます。もともとツルツルしてて光沢があるんでシューズクリームで磨くことでめっちゃピカピカになってきてますよね。かなりねやってて気持ちいいんですよね。ここまででこんな感じで、本当はこの肝部分とかニット部分も水洗いしてるはずなんで、水でジャブジャブに洗ってないとしてもニット部分の形が崩れないように新聞紙で吸水しながら形を整えます。ニット部分の形が崩れないように履き口の一番上の方まで新聞紙を入れておきます。最後はいつも通り陰干しして終了です。ニット部分の型崩れとか肝部分を新聞紙で吸水せなあかんとか考えると、水でジャブジャブ洗うより布で水拭きの方が僕はええんちゃうかなと思います。プレデターの手入れ動画お願いしますってコメントいただいてたんですけど、来週動画にしようと思ってるんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。